この放送は明日をもっとおいしく明治製菓ハッピーを当てようコカ・コーラ富士ゼロックスヒューマンケミストリーヒューマンソリューションズ平人ドライブ・ユア・ドリームズトヨタラブ・フットボールプーマの提供でお送りします。日本中が沸いた南アフリカでのワールドカップ日本代表を決勝トーナメントに導いた本田圭佑選手もこの舞台から羽ばたきました。4年後そして8年後に世界での活躍を夢見る高校生たちが本田選手も立った西武緑地のピッチに立ちます。現在大会11連覇中選手権では絶対的な強さを誇る王者星稜夏の金沢ユースサッカーでは全国の強豪校を次々と倒し準優勝10年ぶりに決勝の舞台に帰ってきた遊学館高校第89回全国高校サッカー選手権大会石川県大会の決勝は県高校総体の決勝と同じ顔合わせです。解説は高体連サッカー専門部瀬戸博邦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。左にエンドを取ったのが黄色と緑のユニフォーム星稜高校そして長い円陣となりました右にエンドを取った水色と紺のユニフォームが第2シード10年ぶりの決勝です。遊学館高校です。星稜高校のキックオフで前半の40分が始まります。今始まりました。丸奥が前線に長いボールを蹴っていきました星稜高校です。星稜高校が左から右に攻めていきます。黄色と緑のユニフォームそして今スローインをしました水色と紺のユニフォームが第2シード遊学館高校です。ゴール前ボールが上がったがここはゴールラインを割りました。解説の瀬戸さん、はい、この試合の見どころなんですけれどもどのあたりになりそうでしょうか。そうですね、星稜はもうこの決勝に来るっていうのがもう当たり前になってまして、まあ、かなり自信を持ってきていると思うんですけれども、はい、それはまあ例年からしっかりボールをつないで、行くサッカーがありますのでそのサッカーに対して龍馬館がいかに、スペースを作らせない時間を作らせないというところで守っていくかでやっぱり前半は絶対に0点でいきたいなというところがあります。なんとか前半は守りきりたい遊学館と、はい、さあその遊学館が前にボールを出していきました。向こうのタッチラインを割りました。今映っています遊学館高校背番号5番エースストライカーの今村ですがこの試合は左サイドバックに入っています。そうですね、まあ、トップで来るかなとは思ったんですがやはり失点されたくない。で星稜の右サイドの福島君、はい、オーバーラップがやっぱりあの 前試合でもやっぱり効いてますので、はい、そこをまず抑えたいというところで、まあ、先ほども言いましたように前半をなんとか0点でいきたいで勝負どころで上がってきて、得点を狙いたいとそういう意図があるのではないでしょうかね。ですから今村はディフェンスの能力も非常に高いということでまずは左サイドバックでしっかり守ってそこぞという時に前線に上げてくると。そうですね、その上がるタイミングがまた今日の見どころだと思うんですが、はい、ここまで今村3試合連続のゴールを上げています。その今村が前線に上がるタイミングも注目ですが、さあここで福島が上がってきた星稜高校、ここさあ1人かわして中に切れ込んできた。クロスを上げられるか、上がった、シュートを放った。さあもう一度、ここはフィットしません。星稜高校です。今の右サイドの攻撃ですね。そうですね、ちょっと今甘かったですね。マークがどちらが行けばいいかというところがありましたね。この選手が1年生のフォワードウネメです。それでは星稜高校のスターティングイレブンです。ゴールキーパーは中島、ディフェンス福島、長野、坂本、そしてキャプテンの川並、木村、丸岡のダブルボランチ、井田、芦野、そして中野、1年生ウネメの2トップです。サブのメンバーです。13番の東は航空石川戦で途中から2ゴールを挙げています。しかし尾骨骨折ということでこの試合際どい試合になったら投入が予想されます。今右サイドサイドバックの福島がオーバーラップしています。10番に戻して木村から丸岡、この2人のダブルボランチはボールを持てます。さあ今度は遊学館高校が前に行きますがキャプテンの川並がカバー、
そして木村かウネメ、ここでファウルがありました。遊学館高校のファウルです。星稜はやはりこういう決勝へ来ると立ち上がりの破壊力っていうのはすごいものがありますから、はい、このセットプレーも非常に危険なので、ここは絶対に遊学館としては抑えたいですね。セットプレーがチャンスになると両チームの監督が話しています。ファーサイドに星稜高校の選手が集まってきました。キャプテンの川波も来ています。キックの精度が高い丸岡が低いボール、さあヘディングシュート、ゴール、先制ゴールは星稜高校。入りましたね。セットプレーから開始3分に1点を先制しました星稜。決めたのは中野です。10番のエースストライカー中野のゴールで星稜高校この早い時間帯で1点を先制しました。そうですね、ちょっと早かったですね。非常にいいボール、まあそこはもう本当にキックの精度が高くて素晴らしいキックだと思います。そしてゴールも素晴らしいと思います。キーパー触れることはできたんですが弾き飛ばしてゴールネットに突き刺しましたエースストライカーの中野。この時間帯での先制ゴール、そうですね、遊学館としてはプランはちょっと崩れたんですけど、まあ、この後しっかり守ってまだ1点ですのでしっかりやってほしいと思います。はい、星稜高校に勢いが出てきました。9番1年生の井田、そして3年生の木村、ここはボールがつながりません。今村がボールを持った遊学館高校、このボールは手前のタッチラインを割りました遊学館高校のスローインになります。遊学館もう少し中盤であと1メーターぐらい詰めたいですね、はい、ボール簡単に回されてますね。星稜は先制ゴールにこだわりを持っていた中野が1点を挙げました。準決勝でも先制ゴールを挙げています。星稜ベンチなんですけれども、はい、中野自身も1本目のシュートは自分が打つ、そして今日も先制ゴールを立ち上がり15分以内に絶対決めますと力強い口調で今日話してくれていたんです。10番の意地くれました。星稜のベンチサイドは竹村由香アナウンサーに伝えてもらいます。やはりそういう自分でしっかり目標を持ってやるっていうのはやっぱりゴール生まれてますね。はい、さあそれでは遊学館高校のスターティングイレブンです。ゴールキーパーは山口、ディフェンス山田、野村、ボーテはボランチに入っています。そして右サイドバックの中村、井上、川島、平間、そして藤原もミッドフィルダー登録ですがフォワードに入っています。そして今村が左サイドバック、福田もフォワードです。サブのメンバーです。2番の近藤が投入されますと今村をトップに上げるというサインです。近藤の交代も注目されます。さあロングスローが入ってくる星稜高校、中野クリアした遊学館高校、さあセカンドボール取ってシュートを打った、ここは山口が抑えます。こういうところ少しボール落ちちゃってますので、はい、しっかり相手みたいですね。今シュートを放ったのは足野です。星稜高校、それでは両チームの様子を聞いてみましょう。星稜高校のベンチの様子は竹村由香アナウンサーです。竹村さん。はい、星稜は王者と言われているが毎年メンバーが違うチームですから初優勝を狙う気持ちで臨みますと話す26年目の川崎守監督です。この時間になって川崎監督少し席から立ってピッチを見守る様子が見られます。これちょっとチャンスですよ。さあ遊学館チャンスを迎えた、前線にボール上げて、ここは倒されて、あ、これ面白いですね。リーキックのチャンスを迎えました遊学館高校、22番の福田が倒されてフリーキックのチャンス、ゴール前ほぼ正面です。面白い位置ですね。はい、精度の高いキックを持つキッカーが2人います。10番の平間、そして9番の川島翔太。そうですね、左右なのでキーパーも壁の作り方難しいですね。はい、10番の平間が右足で蹴ります。そして9番の川島翔太2年生は左足のキックを持っています。1回戦では直接フリーキックを決めている10番の平間、一つ立ち上がりのポイントになると思いますね。はい、この辺りは星稜高校がセットプレーで先制しています。
遊学館高校、このセットプレーのチャンスを生かし同点に追いつくことができるか。2人が下がった。あ、ラインはでも壁のところですね。平山がいった。惜しいですね。これはクロスバーの上。さあ、この平間のゲームメイクも遊学館のポイントになってくると思うんですけれども。そうですね、全体を見渡せますし、攻守にわたって非常に活躍できる選手で、リーダーシップもあるので、やっぱり遊学館の本当にキーポイントになっていると思います。それではチャンスを迎えた遊学館高校のベンチの様子を聞いてみましょう。遊学館高校サイドには佐野幸穂アナウンサーがついています。佐野さん。はい、先ほどのフリーキックの後なんですけれども、吉川監督、流れがあるから落ち着いていけと声を上げていました。そして試合前のミーティングでは、緊張している選手を前に、吉川監督、緊張するのは決勝初めてなんで当たり前だと、だからこそ立ち上がり10分徹底して相手陣内でプレーすること、セカンドボールをものにすること、ゴール前の粘りと集中力、攻守の切り替えを早く、この4つを徹底してぶれないようにと選手に指示を出していました。瀬田さん、その吉川監督から立ち上がりの10分という話があったんですけれども、その10分にゴールを許したということ、選手たちの気持ちの切り替えという部分ではどうなんでしょうか。ですね、まあ、今ちょっとしばらく見ていると落ち着いていると思います。攻めてますし、焦ったプレーもないように見えますので、少しゲームはついてくると思いますが。さあ、ここは星稜高校がボールを持っています。1点を先制してゆっくりとボールを回していきます。星稜高校です。キャプテンの川波、去年は17歳以下の日本代表候補にもなりました。足の絵のパスはオフサイドフラッグが上がっています。まあ、きちっとラインもできてますので、はい、大丈夫だと思いますか。今日のこの決勝は天候に恵まれまして、気温も20度近くまで上がっています。12時現在の気温が 19.4 度、風もほとんどありません。このコンディション、選手たちにとっていかがでしょうか。非常にいいと思いますね。はい、まあ、これは本当にいいパフォーマンスをしてくれる、本当にいい舞台が整っていると思います。そして芝の状態も良さそうです。はい、さあ、この最高の芝でパスサッカーを見せています星稜高校。さあ、ゴール前にボールが入ってきた。9番の井田、これはファウルがありました。さあ、この決勝戦、両チームの応援席も非常に盛り上がっています。応援席の様子は細木アナウンサーに伝えてもらいます。まずは星稜応援席です。細木さん。ゴールが決まった時は割れんばかりの声援が送られました。星稜高校応援席です。今年は控えの選手で構成される応援団は過去最高の人数となりました。試合が始まる前、今年はワールドカップイヤーに合わせて本田選手の思いを受け継ごうとブブゼラの口真似をして気持ちを一つにしていました。応援席は常にヒートアップしています。やはり今年はそのワールドカップで先輩の本田圭佑選手が活躍したということで ね、後輩たちもかなり気持ちが高ぶっているようですが、実は本田圭佑選手もこの西武緑地のピッチに立ちました。そして6年前、石川選抜を国体でベスト4に導いたんですが、その時の監督が瀬戸さんでした。そうですね、瀬戸さんも直接指導されましたけども、はい、本田選手、ね、はい、どんな選手だったでしょうか。そうですね、やっぱり目標の設定が素晴らしいというか、はい、常に高い目標で、その場には絶対とどまらないような考え方を持ってまして、で非常にポジティブですし、はい、で、まあ、あの時から、まあ、こういう選手になるだろうっていう予感はしてました。あれからこの石川の高校サッカーのレベルも上がってきたと言っていいんでしょうか。そうですね、やっぱり目標となる人間、選手が身近にいたということで、はい、やっぱり選手のモチベーション、高校生のモチベーションは非常に変わったかなっていうふうに思います。その本田圭佑選手を擁する星稜高校はその年の選手権全国ベスト4初の国立を経験しました。それから石川の高校サッカーは打倒星稜を合言葉に全体的にこうレベルが上がってきたわけですね。そうですね、やっぱり星稜に勝たないと全国に行けないっていうので、はい、その星稜ってものが非常にレベルが高いチームなので、そことこう切磋琢磨って言いますかやらせてもらうことで、やっぱり全体のレベルが上がってきたと、はい、ことになりますね。
対する遊学館高校は実は10年前この決勝の舞台で星稜高校と当たっています。今のベンチにいます岸コーチはその時のキャプテンだったんですが、岸コーチは10年前のサッカーとはもう全然違いますよというふうに話しています。それだけその進歩が見られるということなんでしょうか。田中さん、はい、その遊学館岸コーチなんですが、はい、そのように自分の戦った10年前とは状況が違うので、当時の試合のことはあえて選手には話していません。ただメンタル面で選手を支えているんですね。今日も試合前に緊張でこわばっていた選手に冗談を飛ばすなど、普段の表情に戻った選手全員笑顔を交えてのリラックスしたアップになりました。今吉川監督の隣で映っていたのが岸コーチですが、岸コーチはキャプテンとして遊学館高校をインターハイの初出場に導きました。そうですね、その年ですね。そして第1シードで迎えたこの選手権、星稜高校に決勝で敗れるということで、はい、初の選手権はなりませんでした。ですね、それ以来の決勝進出となります遊学館高校です。星稜高校ボールを回していきます。1年生にいたテクニックがあります。そして前1年生の宇根目から前にボールを出した10番の中田がボールを追いかけますが、注目の5番今村、左サイドバックの今村がボールを中に回します。そして野村、ここは前線からチェックに行きました1年生の宇根目です。さ、今村がオーバーラップするシーンというのはこれまであまり見られていません。そうですね、まだその気を伺っているような感じですが、まあ、ディフェンスラインも落ち着いてきましたんで、はい、まあ、失点した影響っていうのは逆にそれで目が覚めたような感じでいい感じでいってると思いますけどね。この両チームは県高校総体の決勝でも当たっています。その時は5対1と星稜高校が大勝したんですが、はい、吉川監督は2点目を取られて選手たちの気持ちが折れたというふうに話していました。ですから次の得点というのが、ね、はい、非常に重要になってくると思います。はい、それでは応援席の様子、今度は遊学館高校サイドを伝えてもらいます。細木さん、今日は200人の応援団が駆けつけました遊学館高校応援席です。ゴールが決まってからより一層応援に力が入っています。遊学館高校の横断幕やタオルなど応援グッズには全て吉川監督たっての願いで激の文字が入っています。仲間が一つになる、邪気を払うという意味があるそうなんです。劇の文字からパワーをもらい、気持ちを一つに熱い声援を送ります。10年ぶりの決勝で応援席も盛り上がっています遊学館高校です。早い時間帯で1点を先制されましたが、その後は落ち着いた守備を見せています。この遊学館高校、ここまで3試合無失点で勝ち上がってきました。ね、はい、しっかりやっぱり堅い守りっていうのがまずあって、はい、その中の攻撃のチームなので、はい、まあ、この決勝で初めての失点を許したわけですけれども、はい、まあ、それもセットプレーということで、まあ、それもまあ想定内だと思うんですが、ただ時間帯の部分と、まあ、この後ですね、どのようにきちっと修正していくか、はい、やはりこう高い位置で星稜高校はボールを持って回していきますが、チャンスになった。さあ、平間がボールを奪った遊学館高校、前線藤原を走らせる、キャプテンの川波がカバーに入って、落ち着いてますね、ここ落ち着いています。長いボールを前に蹴り出しました。このボールを、さあ平間が取った。そしてもう一度藤原から平間、右サイドバックの中村がオーバーラップしようというところ、遊学館高校上がっていくような形ができたので、はい、積極性が出てきてますね。さあ、キャプテンの井上、そして平間と右サイドで攻撃を組み立てます遊学館高校。スローインから、ここはセーフティーにクリアです。星稜高校ボールを取ったのは星稜です。変えたいですね、はい、は狭い位置から前に、さあまたも右サイドです。今度はシンプルに前に福田、方向を変えたんですがその後ろに選手はいませんでした。7番の木村から前に足野が、ここはゆっくりと落ち着かせます。もう一度木村、この遊学館のディフェンスいいですね、速攻させませんね。そうですね、このボランチに厳しいチェックに行きます。さあ、スルーパスが通ったが、ここはオフサイドフラッグが上がっていました。ですけどね、ちょっと見失ってましたが、それで助かりましたね。1年生の井田へのスルーパス、井田君いいところ入ってますね。
まあ、お世話になりましたけど、はい、一番ディフェンスの嫌なところに入っていくという、はい、この1年生井田、そしてフォワードの宇部目と2人の1年生がスタメンで入っています星稜高校です。まあ、技術が高いですから、はい、余裕を持ってプレーできるということで、もう1年生とは思えないですね。はい、それだけ層の厚い星稜高校ですが、遊学館高校も今日は1年生を使ってきています。フォワードの藤原、今大会初スタメンということですが、そうですね、はい、ドリブルでやっぱり切り裂いていくっていう、そういう窓を出してほしいなと思います。左からのクロス、ここはキーパーをしっかり抑えました山口です。この遊学館のキーパー山口は2年前の国体の正ゴールキーパーだったということで、遊学館の山口は星稜の選手たちをよく知っていると。そうですね、そういうのも少し有利な点ですね。はい、まあ、特徴を掴んでると思います。さあ、ここはオフサイドありません。1年生の宗部、中には中野がいる。ここは勝負に行くか。リズムを変えてクロスを上げた。ここはちょっとヒヤッとしましたが、ゴールキーパーの山口が抑えます。今ゴール前には中野と井田が入ってきています。そうですね、まあ、ウネメ君もあの辺り落ち着いて本当にかわしてクロス上げてきますからね。さあ、丸岡です。丸岡からのパスが引っかかった21番のボーテ、もう一度ボーテ。あ、これ面白いですよ。さあ、前に攻めていく。倒されるが川波です。キャプテンの川波がこのピンチを防ぎます星稜高校。川波は去年2年生の時に17歳以下の日本代表候補に入りました。この伝統校星稜で1年生の時からレギュラーとして出場している川波です。瀬戸さん、この川波のプレー、どのあたりが良さと言えるでしょうか。いや、やっぱり本当に全体を 見れてて、はい、とディフェンスラインをまず統率しているっていうこと、うん、でカバーリング能力にも非常に長けてますし、ここですね、福田とのマッチアップですが、はい、でこの当たりとかも非常に強いので、はい、まあ、本当に最後守備の要って言いますか、ファウルをせずに、そうですね、ピッチを防ぎました。で、間合いも非常にいいですね、相手の間合いも、はい、さあ、前半の20分を経過しました。1対0、星稜高校が1点をリードしています。星稜のキャプテン川波なんですけれども、はい、その左腕には先輩から代々受け継がれてきた真っ赤なキャプテンマークがついています。そこには当日の思いが書かれているんです。笑顔と自筆で書かれているんですが、普段から星稜高校の練習は笑顔が絶えません。いつも通りの自分たちで最高のプレーをしていきたい。そして試合の後、笑顔でこのピッチに立っていられるように、そんな思いがこの言葉には込められています。さあ、その星稜高校がボールを回して左サイドからチャンスを作っていきます。芦野です。そして中にクロスを上げればチャンスになる。中に選手は3人いる。一旦戻した。右足からのクロス、ファーサイド。あー、どう、ナイスキーパーですね。ここはキーパー防ぎました。しかしセカンドボール、直接クロスを福島が上げていきました。まだボールは続いています。素晴らしいですね、キーパー山口君。山口が防ぎました。勇気を持ったプレーですね。さあ、しかし星稜高校やっぱり波状攻撃になりますね。なりますね、はい、1回で終わりませんね。右から左、左から右と、はい、今キャプテンマーク、川波のキャプテンマークには笑顔と書かれているという話がありましたが、この川波は個性の強いメンバーをまとめるのが非常に大変だったというふうに話しています。ただ他の選手に聞いてみると、一番個性の強いのはキャプテンの川波ですよというふうに話しています。そうですか。いや、でも表情もいつ見ても明るいですからね、はい、やっぱそれはやっぱチームにとってすごいプラスになると思います。さあ、その川波がヘッドでクリア。そしてここでもチャンスを使い、ま、作ります。あ、チャンスで出ました、ね、右のスペースにボールが出た。1年生の井田、さあ、井田が今度は中に、おナイス、今村の激しいチェック。しかし右サイドの福島にボールが渡った。川島翔太がマッチアップします。中に、ここも厳しいマーク、キャプテンの井上です。遊学館高校、もったいないですね、ファールしなくて抑えたいですね。いいチェックをしてる。さあ、これは先制点を奪った位置と、そうですね、ちょっと前ですけど、はい、さらに星稜はチャンスですね。近い位置でのフリーキックのチャンスを迎えました星稜高校です。この丸岡のキック、遊学館高校の選手も一番怖いと話していました。 その丸岡のフリーキックから先制点が生まれています。
先ほどは10番の中野に合わせてきました。今度はどこに来るか。まだ低いボール、ここはクリア。今村この後セカンドボール取った木村、そしてウネメ、ウネメが素晴らしいテクニックを見せました。このシュートは枠を捉えませんが、いやでも今のターン面白いプレーですね、はい、で迷わずシュートをするところがやっぱりこんなものを感じますね。1年生ですがここまで大会3ゴールを挙げていますウネメです。あの辺り右の45度の辺りの都合になってくるんですね、はい、自信を持っていると思います。さあこの辺りもボールを失いません星稜高校です。激しいチェックに行っているんですが、ちょっとこれはトラップが大きい。さあ川島翔太が取った遊学館、22番の福田、これは手前のタッチラインを割りました。星稜高校遊学館高校のスローインに変わります。遊学館もあえて高い位置でボールを奪って、そうですね、チャンスを作りたいですね。まあ、立ち上がりよりも本当にプレッシャー その距離が詰まってきましたから、はい、まあ、星稜としてもちょっと自由を。さあ今村だ、ってます。今村右足低いクロス、さあここはゆっくりと右サイドバックの中村が中に戻します。山田、もう一度中村、中村から前にボールを送ります。平間、しかしこの平間のところでボールが収まらないようでは、そうですね、平間厳しくなってきます。はい、収まってオーバーラップ、中村君オーバーラップという形を作りたいですね。はい、さあその右からのスローイン、遊学館高校、福田が頭で落とした。さあ藤原が行く、面白いですよ。ここは体を張ってのディフェンス、星稜高校コーナーキックになりました。コーナーキックを取りました遊学館高校です。やはりこの大会初スタメン、はい、ドリブルで入ってくるのが怖いですからね、はい、その何度か遊学館高校に攻め入られている場面も見られている星稜ですが、川崎監督は選手に対してカウンターとセカンドボールに注意しろと指示を出しています。遊学のメッシと言われる藤原がチャンスを作ってゴール前セットプレー、これも21番のボーテが入ってきています。ボーテはここまで2ゴール上げているファーサイド、そのボーテに来た、キーパー弾いた中島、あ今のもいいボールですね。川島翔太のコーナーキック、そして取った井上、井上のクロス、これはシュートでしょうか。そうですね、シュートクロス、まあ思いっきり、はい、まあ、相手のディフェンスに当たってもいいようなそういうボールですね。キャプテンの井上海人がシュートを放っていきました。今のシーン、角度のないところからの左足、いや本当積極性があって非常にいいプレーだと思います、はい、さあここも高い位置で攻めていきます遊学館高校、狭いところで突破を図ります。25番右サイドバックの中村です。この辺りは選手が密集していますが、これやりたいですね、はい、うまくボールを取りました。そして右のスペースサイドチェンジします。川波から前の井田が降りてきた、井田から一本のパス中野に通るか、ここはうまく対応した遊学館、中村のディフェンス、さあ井田君からいいパスでしたね。パスですね、そうですね、井田から中野へのパスでした、はい、星稜高校、しかしこの辺り遊学館もなかなかいい展開を見せています。そうですね、まあ、最後の対応もしっかりついてますから、はい、でカバーもいましたし、さあこの遊学館高校10年ぶりに決勝に戻ってきたわけですが、吉川監督は10年前は田口光久さんのもとコーチとしてこの決勝を経験しています。吉川監督は10年前との違いを聞きましたら、責任がやっぱり違いますよというふうに話しています。監督としてこの選手権の決勝を初めて挑みます吉川幹雄監督です。そうですね、瀬戸さんもこの決勝を経験されていますけれども、監督としての決勝、やっぱりこの舞台というのは非常に大きな舞台だと思うので、ここでやっぱり選手が実力通りのことを出せるかどうかっていうのはやっぱ私たちの仕事だと思うので、それを出してもらうと本当に嬉しいと思いますし、そう、今吉川さんがベンチから出てフリーキックのチャンス、平間に指示を出しました。さあ平間がいいボール上げてきた、ゴールだ、
中島こぼれていくが、これはファールです。いいボールを上げてきました。田中さん、その遊学館平間なんですが、実はお兄さんは5年前山口県多田羅学園、現在の高川学園で選手権全国ベスト4のメンバーでした、はい、インターハイでも優秀選手に選ばれるほどの実力の持ち主で、そんな兄に負けたくないと平間は絶対全国に行くんだと強い気持ちで戦っています。神奈川県出身の平間ですが、お兄さんは山口の多田羅学園に行ってベスト4国立を経験しています。そのお兄さんに続きたい平間優です。ぜひ行きたいでしょうね、はい、で同じ話題で話をしたいと思いますけどね。お兄さんはこの決勝の応援には来ていません。全国の舞台に立って初めて応援に来ると話しているということです。田中さん、はい、応援席なんですが、今日はですね、その平間くんのお父さんも応援。チャンスになった、ウネが行く、キーパー山口が出るが、まだチャンスは星稜高校。さあファーサイド、あーボールが上がらない、木村が一人残っていましたが、ここはうまく防ぎました遊学館高校。細木さんどうぞ。はい、平間くんのお父さんなんですが、全国に行った思いが忘れられないと、今回もぜひ全国に連れてってほしい、あとはやるだけだ、精一杯頑張ってほしいと話していました。さあチャンスになった井田、星稜高校。さあこれは切り返して右足のシュート、はい、セーブは山口、素晴らしいセーブを見せました遊学館の守護神山口です。シュートも良かったんですけど、ゴールキーパー素晴らしいですね。プリンスリーグの北信越2部で9試合で4失点、大会優秀選手に選ばれているゴールキーパーの山口です。やはりキーパーが安定するとやっぱチームも安定しますね、守備のところで、はい、安心して高い位置を保てますので。田中さん、その遊学館の山口なんですが、いつも試合を見に来てくれる親を優勝して喜ばせたい、その一心で親に対する恩返しの気持ちを込めて戦っています。さあここは福田が追いかけますが、ゴールキーパーがクリア、そしてもう一度遊学館が前線にボールを送ります。ちょっとここは単調な攻めになりました遊学館ですが、しかし今年の遊学館はプリンスリーグの北信越2部で優勝を果たしました。来年から1部に上がってくると。そうですね、無敗での2部優勝、やはりゴールキーパー山口の活躍もあるでしょうか。さあゴール前今村のクリア、やっぱり失点しないっていうのは、はい、やっぱチームが締まりますからね。堅い守備からそして攻撃に移る遊学館、攻撃面では10番の平間がプリンスリーグ2部得点王になっています。そしてこの今村も5得点、この2人で得点を挙げてきました遊学館高校です。2人のホットライン、さあ前線ボールを出して走らせます、22番の福田、そしてこのボールを取るのは星稜が、遊学館が取った、しかしボランチです、引っかかります。木村が右のスペースにボールを出して福島のオーバーラップ、ここ1対1ですよ。さあ勝負をかけるか福島、さあ切れ込んでクロスを上げていった、引退をしましたね。なんとか防いだ遊学館、しかしコーナーキックのチャンスは星稜高校です。これは遊学館も十分注意していることなので引退をしましたね、まあ、ただこの後のコーナーキックが非常に注意しなければいけないと思いますが、やはりこの2点目はどうしてもこの防ぎたい。そうですね、はい、前半はこのまま行きたいとは思っていると思います。1対0ビハインドのままでも、そうですね、後半に勝負を挑める、はい、ですからそんな防戦一方ではないので、はい、星稜にとってはチャンスのコーナーキック、はい、ここも丸岡が蹴ってきます。逃げるボール、ヘッド、決まった、星稜高校2点目、中野くんですね、またしても中野が決めました。素晴らしいですね、1点目に続いて丸岡から中野へのホットライン、星稜高校2対0とリードを広げました。まあ、キックの精度でもう得点の半分ぐらいは決まってるような感じもするんですが、やはりいいところから走り込んで、
ここまで5得点だった中野がこの試合2ゴール上げて現在7得点大会得点を走っています。やはり今日はもう自分で絶対決めるんだという強い意志のそのプレーが出てますね。田中さん、はい、実はですね中野くんは左半月板を2度手術しているんですが今日応援席には中野くんのお母さん陽子さんが来ていまして体を壊してまでやってほしくないと中野選手に言ったことがあるそうです、はい、しかし自分にはサッカーしかないと強い思いでサッカーを続けました。怪我を乗り越えてピッチに立つ息子を応援席から見守ります。そんなですね星稜ベンチなんですけど怪我で練習に参加できなかった時星稜中野は小学校の頃所属していた地元の内灘の少年サッカー団で子どもたちとサッカーをよくしていたそうなんです。はい、辛い時期を乗り越えられたのは無邪気な子どもたちのおかげ。全国進出を決めてまず子どもたちにありがとうと言いに行きたい点を決めて活躍を見せたいと話してくれていました。辛い時期を乗り越えてこの決勝の舞台に立っています。中野です。さあチャンスは福田。さあこのシュートはポストの右、遊学館高校一瞬のチャンス。そうですね、ここも一つの狙いどころですもんね。はい、藤原からの中村からのパス。そうですね、ちょっとディフェンスライン、セイロンディフェンスラインがちょっと形潰れてませんでしたから、はい、本当にチャンスでしたね。180センチと長身の福田、以前はディフェンスもしていましたがこの大会ではフォワードに登録されています。さあキャプテンの川波、星稜高校川波が前線に上がってきました。伊田が戻して木村、これ遊学館奪うとチャンス。そして川波です。川波が攻撃陣に入っています。1年生の宇根目が右に開いて川波に戻す。本来ボランチの選手川波、伊田から前に。さあここでゆっくりと時間を使って落ち着けます。足野が右に来ています。2点を取ってからやはりダイナミックに動いてますね。人がもう入れ替わってますから、はい、本来の星稜らしさが出てきましたね。人とボールが動くサッカー星稜高校、はい、ここ激しいポジション戦が行われています。さあこのクロスヘッドでクリアは今村。さあチャンスになった、キラマにボールが入った。次のパスが、ね、そして今度は右サイドバックの中村を使います。さあ左のスペースにボールを出してがここはちょっとマイナスのパス。9番の川島翔太、今村も上がりましたね。川島から今村へ、ここは繋がりません。今のサイドチェンジがうまくいけば、そうですね、もう少し川島君の前の方にスペースがあったので、はい、そこに出れば今村君もオーバーラップしてチャンスが生まれたんじゃないでしょうか。はい、さあキャプテンの井上、10番の中野が勝つ。さあ平間にボールが入りきらない。1年生のオレメ、体を張ったディフェンス。湯学館平間くん、まあ、長野に入ってきましたね。右のサイドに入っていた平間がトップ下。そうですね、やっぱりボールが少し収まらないので、はい、そこからもう一回収めたいというところもあると思いますが、より攻撃的なポジションに入ってきました。今度は左サイドから攻めていきます星稜高校。ゆっくりと最終ラインでボールを回して相手のギャップを見つけます。最終ラインまで戻したゴールキーパー中島。さあこの星稜高校の非常にワイドに取る配置っていうのが、はい、いいですね。相手には守りにくいと思います。そこにボールが出てきますから。でここでセカンドボールで木村が取ると、でまあ、サイドに来て作って、はい、でサイドの右サイドの井田、これは手前のタッチラインを割りました。いいディフェンスですね、はい、さあ残り3分を切っています。2対0王者星稜が2点をリードしています。県高校総体の決勝では2点目を取られてずるずるとこう気持ちが、ね、負けてしまったという遊学館高校、ね、まあ、時間帯もまた違いますので、はい、どうですかね。まあ、今本当まあ前半はこれで本当に先ほどじゃないですけどこれまあ本当に2点止めていきたい、まあ、最後まだチャンスもありますし。さあこれもチャンスです。フリーキックのチャンスは遊学館高校。これキーパーにとっては非常に嫌ですよ。太陽どうですかね。そうですね、キーパーにとっては眩しいボール。さあヘッドでスラして
あ、もしかしたらダイレクトで中に入れたが、オフサイドフラッグ上がった。惜しいですね。今いいボールですね。柔らかい。キーパー出にくいですね。はい。龍岳館高校も同じような位置からフリーキックのチャンスを得ています。これが龍岳館1点を返すにはどういう形が予想されますか。そうですね。やはりもう一回きちんとボールもつなげますので、はい、その中で仕掛けをして、まあ、セットプレーなんかも非常に有効なものを持ってますので、はい、仕掛けの中で突破できないし前のファウルを誘うであったり、さあ足野が前線でボールを取ってチャンスになった。中野がはたいてもう一度足野、中には2トップ2人がいる。あとここは体を入れました足野です。ファウルはありません。星稜高校で最もテクニックを持っている足野、対応したのが5番の今村です。この足野も初めての決勝の舞台です。去年は全国大会の直前、レギュラーメンバーとしてずっと遠征に帯同していたんですが、練習中にボールが目に当たりまして全国大会に出場することはできませんでした。その去年の思いも込めてこの決勝のピッチに立っています11番の足野です。その星稜足野なんですが、その目の内出血の後にも困難が続いていまして、2月には肺炎、そして大会直前の10月には左足の小指を骨折しています。今もまだ痛むということで完治はしていないんですが、僕にとっては最初で最後の大会、出られなかった1年生の時の悔しい思いを胸に貪欲に点を取りに行きたいと心強いコメントです。この技術を持った選手が多く集まる星稜で、誰もがテクニック一番あるのは足野だと認める選手なんですが、瀬戸さんからご覧になって足野、ね、いかがですか。スピードもありますし、はい、持った時の姿勢が非常にいいですから。さあ、まもなく前半の40分になろうというところ、2対0、星稜高校のリードは2点です。9番の井田から左に、星稜どんどんポジションが変わってますね。さあここはゆっくりと時間を使います。前にボールが入った、チャンスになる星稜高校。ここはセーフティーにクリアしました龍岳館。一瞬でチャンスを作りますね、はい、ちょっとファーストタッチのちょっとミスでしたが惜しかったですね。そして左サイドで組み立ててクロスが入った、シュート、ゴール。3点目、3点取りましたね。中野のハットトリックで星稜高校3対0とリードを広げました。これもそうなんですけど、木村君ともパスでもう本当に嫌なところにパスを出してきますね。木村が左サイドをマンツーで崩して、はい、左足のクロス、もう決めてくれよっていうようなパスですが、それにしっかり応える中野君、素晴らしいですね。最初の2得点は頭、そして3点目は右足で蹴り込んでハットトリックを達成しました星稜高校のエースストライカー中野春樹です。この時間帯の3点目は星稜にとって非常に大きいし、まあ、岩川にとっては痛い失点ですね。前半で3対0と思わぬ展開になってきました県大会決勝。ここで前半終了のホイッスル。星稜高校10番中野のハットトリックで3対0星稜リードで前半を折り返します。第89回全国高校サッカー選手権大会石川県大会の決勝は、星稜のエースストライカー中野のハットトリックで3対0と星稜がリードで前半を折り返しました。解説の瀬戸さん、前半振り返っていかがですか。はい、そうですね、やっぱり立ち上がりの失点は今間としてはしたくなかったと思うんですが、はい、まあ、その後、まあ、立ち直ってもうチャンスも作ってましたし、前半は 1-0 で折り返したかったところですが、やはり星稜そうは言わせずしっかり、まあ、セットプレーと、まあ、最後はもうダメ押しの点を取ってるっていうのがすごいですね。はい、この3点で星稜の応援席は盛り上がっていることでしょう。星稜の応援席には細木道夫アナウンサーがいます。細木さん、星稜高校応援席は3点が入ってますます応援に力が入っています。実はですね、今年松井選手がいた20年前から
初めて応援のチアリーディングの踊りが変わったそうなんです。激しくもっと力強い応援をという思いで変わりました。今流れているアフリカンシンフォニーです。どんな思いで応援を送っていますか？選手にもっと頑張ってもらいたくて頑張ってます。では選手たちにエールをお願いします。また行くんですよ。全国についていってください。星稜高校、ますます熱い応援が続きます。星稜高校もこの前半での3対0のリードで応援席も12連覇を確信したような、そうですね、見てになってきていますけれども、はい、まあでもまだ、ね、半分あるので分かりません、はい、やはり遊学館がこの後半盛り返すとしたらどういうところがポイントになってきますか？そうですね、まあ、今村君の使い方ですけど、はい、もうスタートから前で来るのか、うん、まあ、そのあたりが一つ鍵になると思いますけど、はい、まあ、後半の早い段階で1点を遊学館が取るようなことがあれば、うん、また本当にゲームは面白くなってくると思いますが。なるほど。それでは反撃を期待する遊学館高校の応援席の様子を伝えてもらいます。細木さん。遊学館高校応援席も気持ちを一つに、まだまだ応援で負けていません。今回ですね、応援席には寄せ書きが飾ってあります。これは部活の試合などで応援に来られない生徒から送られました。必ず国立に行けよ、野球部主将、そして熱くなれバレー部一同など、いろいろなメッセージが書かれています。この場にいなくても気持ちは全校生徒一つです。それではオリジナル応援歌でエールを送ってもらいましょう。遊学館の反撃がこの後見られるのか、後半のキックオフです。第89回全国高校サッカー選手権大会石川県大会の決勝、前半40分を戦って3対0星稜高校がリードしています。これから後半40分を迎えます。解説の瀬戸さん、はい、遊学館イレブンが今ピッチに入ってきましたが、はい、左サイドバックに入った今村、この後トップへ入ることはいつぐらいのタイミングになるんでしょうか？どうですかね、今ちょっと入ってフォーメーション見ないとわからないですけど、立ち上がりから行くのか。ただまあもう3点差ですからね、はい、ここで守ってるっていうことはいけないので、これ攻めたいですね。早い時間帯から1点ずつ返していかないと。そうですね、はい、やはり10分のところで1点欲しいですね。今その遊学館イレブンが徐々にエンジンができ始めて、キャプテンの井上中心に話し合っています。この平間から今村へのホットライン、決勝の舞台でゴールは見られるんでしょうか？そうですね、まあ、こうやってチームでいろいろ話しながら確認してますんで。そして一方の星稜は全く姿を現していません。リードしている星稜がそれだけ長いミーティングを行っているということなんでしょうか？ですかね、立ち上がりまずやっぱり気をつけろっていうことじゃないですかね。で、まあ、3点前半で3点なのでちょっと気を緩めがちなので、そこを締めたんじゃないですかね。そして今遊学館高校選手の交代です。今2人入ってきました。2トップ2人下げます。福田と藤原に代わってサイドバックの近藤、そして20番の倉内が入ってきます。これは点を取りに来るということです。近藤がサイドバックに入って、そして今村をトップに上げる。今入った倉内と今村の2トップという形になります。少し急いでください。さあ、このですから後半の立ち上がりから勝負ですね。そうですね、はい。そして3点をリードした星稜高校はゆっくりとこのピッチに姿を現しました。星稜高校としてはこの後後半どのような戦い方をすればいいんでしょうか？まあ、星稜はもう得点差があるということも十分考えながら、はい、しっかりボールをつないで相手に渡さない。そうすれば失点されることはありませんので、そういう中であのチャンスを作っていくということがあるので、余裕があるのでどんどん人が動くことによってさらに攻撃にもアクションがかかっているかなというふうに思いますが、星稜の選手たちは非常に技術が高いですから、
最終ライン、そして中盤ずっとこうボールをつないできます。ですから遊学館はなるべく前でボールを取りに行かないと。そうですね。でそこで奪えればいいんですが、かわされた時にまたピンチになるということもあるんですが、でももう本当に点差があるのでもう前から行って奪うしかないですね、はい、高い位置で奪って本当に1点を早く取りたいというところだと思います。この後半の最初の得点、決定的な4点目を星稜が取るのか、そして遊学館が1点を返して反撃ののろしを上げるのか、後半最初の得点に注目です。さあその遊学館センターサークルにエースストライカーの今村が入ってきました。出てきましたね。ついにフォワードに入りました今村。ここまで3試合連続のゴール、この決勝でもゴールを上げることができるか。そして前半でハットトリックを達成した10番の中野、エースストライカー同士の対決です。後半40分が始まりました。左から右に攻めるのが水色と紺のユニフォーム遊学館高校です。今前線チェック行ったのが5番の今村です。フォワードの位置に入っています。そして右から左に攻めるのが星稜高校、この狭い位置でもボールを回していきます。高い技術があります。そうですね、はい、やはり中盤の木村君の中のプレーを見ていただければ分かるんですが、ファーストタッチのボールの置く位置が非常にいいですから相手が取れないんですよね。そしてかついいところに出せるところにボールを置いていますので。7番の木村は身長が155センチ、決してフィジカルの強い選手ではないんですけれども、ボールが取られない。そうですね、はい、でもう相手との間合いを考えて接触プレーを極力しないようにポン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 働いてますから、はい、その技術の高さで補っています。さあ星稜チャンスになる。1年生の井田ボールを失った。さあ今村にボールが入った。右のスペース、10番の平間、平間から右サイドバックの中村につなげたいです、ね、さあここは厳しいチェックは星稜高校。山田が長いボール前線、平間を走らせる。中島が抑えました。それでは後半のメンバーです。まずは星稜高校です。星稜高校メンバーの交代はありません。前半と同じメンバーです。3対0のリードですから、尾骨骨折の東もこのベンチで休ませるという結果になるんでしょうか。そうですかね、はい、ただいろんなこの舞台なので、はい、経験という部分もありますから、はい、途中ではメンバー交代はあるとは思いますが、その東もこのためにフェイスガードを作ったということで、一昨日の練習では着用して試していました。はい、まあ、見にくいでしょうけどね、岩があって。星稜ベンチです。その東君なんですけれども、はい、そのフェイスガードについてですね、やはり視野が狭くなる、また足元がちょっと見えにくいと心配している様子もありましたが、最後はチャンス、はい、ここはクリアは山田です。遊学館高校、竹村さんどうぞ。ありましたが、今日は気にせずしっかりと点を決めたいとベンチで意気込んでいます。この右から2番目の選手が東です。さあ星稜チャンスを迎えましたが、ゴールキーパー山口が抑えています。遊学館高校、それでは遊学館高校の後半のメンバーです。遊学館高校は2枚のカードを切りました。フォワードに1年生の倉内が入って、そしてサイドバックに近藤を投入して、ついにエースストライカーの今村をトップに上げてきました。その今村にボールが入る。キーパーが抑えました中島。ああいった一瞬のスピードがあります。そうですね、今もう少し今村君側に出てると、はい、さらに面白かったと思いますが、少しパスがずれましたね。田中さん、はい、遊学館のハーフタイムの様子です。吉川監督、前半を振り返って、まず甘いと一言、感覚でやってはダメ、これだけやってもまだやられるというのがこの舞台、一本取れば流れが変わる、立ち上がり絶対失点してはダメ、その上でとにかく3点取れと言っています。さらに近藤についてはとにかく今村へ出せと指示を送っていました。左サイドバックの近藤から今村に出せという指示が出ています。縦の一発を狙ってますね、はい、田中さん、一方星稜ベンチ川崎監督のハーフタイム中の指示なんですけれども、はい、前半と同じ戦い方でいい、気持ちで逃げるな、より積極的に動け、また後半さあクロスが入ってきた、
ここのファーサイドに選手はいません。竹村さんどうぞ。はい、また後半40分間で1点を取りに行く気持ちで、絶対に失点はするな、ゴールを守れと指示を出していました。それに対して選手たち大きな声で答えていました。さあ倉内にボールが入って、中村、中村のオーバーラップ、ファーサイド2番目の優秀、低いボール、川波のクリア。さあセカンドボール、平田が取れない、奪いたいですね。さあ、さあ取った、倉内から今村、ここは今村のファウルを取られました。今でも高い位置で1回ボールを取りました、はい、クリアボールをもう一度あの位置で取れればまた波状攻撃できますから、はい、そういうのを繰り返したいですね。まあ、長いボール入れた後に長い距離走らなきゃいけないんですけど、そこをプッシュアップしてやってほしいですね、はい、今村のスピードが生きる場面が見られるんでしょうか。星稜のディフェンス陣、そのスピードに対する背後という面ではどうでしょうか。まあ、嫌だと思いますけれども、はい、まあ、そのあたりはトレーニング積んでますので、はい、大丈夫だと思いますけど、やはりでも走られるのは嫌だと思います。さあ、ここは丸岡です。ここまで2アシストの丸岡から、左サイドバックの坂本、坂本から前に足の、もう一度丸岡です。このあたりもタッチ数の少ないボール回し、ね、木村から後ろ長野です。丸岡、この後のマークをしっかり見せないと、金波です。なかなか上げてますよ。ワンタッチツータッチでボールが回っていきます、星稜高校です。そしてここで福島が上がっている、中に切れ込んできた、左足のシュート。田中さん、はい、星稜高校応援席です。今日はですね、野球部も応援に駆けつけています。ベスト8で敗れて悔しい思いをした、サッカー部には全国に絶対に行ってほしいんだと、後半に入っても熱い応援が続いています。今の福島君はもうサイドのディフェンダーですけども、はい、あそこまでボアスみたいなプレーをしますからね、相手にとっては本当にやりにくいと思います。攻撃力のある福島、準決勝、あ、チャンスだった、今村シュート、ゴール、1点返した、龍谷館高校、これはいい時間帯ですね。今村の4試合連続ゴールで龍谷館が1点を返しました。一瞬空きましたね、ボールが出たところ後ろから走ってきて今村君を見失ってましたね。まあ、やっぱりスピードっていうのはこういう怖さがありますね。さあ、これ面白くなりましたね。今村がきっちりと期待に応えました。田中さん、後半6分です、はい、今得点を決めた遊学館の吉川監督、点決まった瞬間ガッツポーズを一回しました。ここからですね、どんどん前がかりで、はい、暴れましたね。さあ、また今村に入った、今村から右、平間、そして倉内、ここは川並、アート、平間涼しい星稜高校、ディフェンスラインとゴールキーパーの間のスペースにガーリークロスですけど、ここに走り込まれるってやっぱ嫌ですね。田中さん、はい、遊学館応援席はものすごいことになっています。府警も合わせて力いっぱいに盛り上がっています。まだまだこれからも1点取る勢いで頑張ります。皆さん、今村のゴールで盛り上がっています遊学館応援席。ここは遊学館もうやめないで、どん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 前からプレスかけていけばいいと思います、はい、で一方星稜はもう一回落ち着いて自分たちのリズムをつかむために回してしっかりキープするってことが大事だと思います、はい、星稜ベンチなんですが、川崎監督ピッチのすぐそばまで行って立ち上がってしきりに大声で指示を出していました。やはり今村に対する指示なんでしょうか。しかし2点のリードは星稜高校です。3対1、左サイドバック星稜坂本です。さあ、ここで前線平間がボールを取りに行く、こういうのもどんどん行った方がいいですよ。さあ、プレッシャーをかけます。このスローインもチェックした方がいいですね。高校総体の決勝では途中から出て2ゴールを上げている坂本です。その坂本ロングスローがあります。さあ、ここも遊学館がボールを取った、ね、チャンスになる倉内。さあ、倉内自分で行った、左足のクロス、ゴール前今村には合いませんでした。惜しいですね。さあ、高い位置から平間が奪いに行く。倉内、どんどん今村、さあ、ちょっ
ちょっと星稜ディフェンス陣がバタバタとするシーンが見られるようになってきました。そうですね、やはり徹底して前から追っかけてますから、時間がないので星稜も慌ててますね。さあ今村に入ったぞ、どうする、体を張ったディフェンスは星稜高校です。左サイドバックの坂本、ここはゆっくりとリズムを変えていきます。さあしかし星稜つながらなくなりましたね。ここを落ち着いてつなぐことが大事だと思います。さあここは木村から前に宗目、慌てないで、ね、リズムを変えられる木村です。さあスルーパスを通した、足の上のスルーパスはオフサイドがフラッグが上がっています。木村君のところに入ると落ち着きますね、はい、ここまで大会5得点の足野、今日ゴールはまだありません。これまでエースストライカーの中野と大会5得点で並んでいたんですが、この試合中野がハットトリックを達成して8得点、チームメート同士でこの得点を争っていたんですけれども、ね、はい、中野が大きくリードしていました、まあ、足野君も今日この決勝の舞台で欲しいと思ってますよね。長野のクリア、さあ中村が一発で前に上げた、クラウチ、さあ左足野、うん、足野がボールを失った、中村、そして平間、プレッシャーが非常にいいですね。ここはボールを持てる平間、3人がかりで奪いに来る星稜高校です。木村から前、しかしこのボールも遊学館です。山田がシンプルに前に、ここは野村がヘッドで対応、こういうところをどちらにボールが収まるかですね。川島がボールを取って左サイドバックの近藤、後半から投入されています。近藤から川島、もう一度近藤へ、キャプテン川波です。まあ、遊学館この形を崩さず今積極的なことをどんどん前から奪ってますので、はい、期待できますね。今村が倒れるが笛はありません。そして1年生の宗目、うまいトラップ、セロしっかりつなげたいですね。中野ボールを取ってキーパーまで戻します。ゴールキーパー、国体選抜の正ゴールキーパーや山口、長いボール前線今村へ、遊学館はしかしこの後半の早い時間帯で1点を返したというのはそれは大きいですね。やはりまだ時間もたっぷりありますし、はい、やっぱり追いかける方のが有利ですからね、はい、去年のこの決勝も前半に星稜高校が3対0とリードして後半に小松市立が2点を返すと、そうですね、最後は分からなくなるという展開でした。星稜高校にしたらまだ慌てないでしっかりやることが大切だ、まあ、その辺のメンタルの部分のコントロールがどのようになされるかっていうのが今のですけど、星稜高校がここ数年全国への切符がかかった大会で敗れたのは2年前の県高校総体準決勝で遊学館に敗れたただ1敗だけです。 そうですね、その時のメンバーがこのピッチに多く残っています。フォワードの今村、そして中盤の平間、ボランチキャプテンの井上、そしてディフェンスの野村、この4人です。この4人は入学して2ヶ月後に星稜を倒しています。その経験がここで生きるのか、そういう意味では本当に余裕があると思います。星稜に対しての感覚は違っていると思います。その星稜を倒した経験のある平間から前に、今度は右サイドの中村へのパスは通りません。惜しいですね、狙いどころはいいんですが、はい、田中さん出して解けての、はい、小杉さん、応援席にはその全国を追っかけた県大会で10年間でたった一度だけ星稜を倒した2年前のキャプテン船本翔太さんがいます。その時の試合では星稜にボールを支配されていたけど気持ちで勝った、しかし今年のチームは違う、気持ちだけではなく技術が格段に上がっている、確実に勝てると話していました。2年前星稜を倒した時のキャプテン船本翔太さんもスタンドで見つめています。今の3年生に聞くと、あの試合は3年生の船本翔太さんの存在が非常に大きかった、今度は自分たちが船本さんのような存在になってチームを引っ張るんだと、今村もそして平間もそう話しています。そうです、はいはい、まあ、
彼らは本当にたくましくなりましたね。あ、面白い。前からレギュラーの井上、井上のミドルシュート、クロスバーの上です。井上も本当にガンガン上がってきましたね。はい、あそこから面白いですね。持ち味ですね。寡黙なキャプテンですがプレーでチームを引っ張ります井上海斗。留学完ペースですね。ここでもう行ってほしいところですね。さあこの後半なるべく早い時間帯でもう1点返すことができるか遊学館。左サイド川島翔太です。川島から今村へ、今村うまくディフェンスをかわして中に切れ込んでいくが、7番木村星稜高校、しかしボールを取ったのは遊学館。ここは激しい取り合い、木村のディフェンス、そして1年生の根目から右サイドへ、ここは野村がクリアです。遊学館高校、この野村も2年前星稜を破ったメンバーです。キャプテン川波星稜高校、そして木村、この2人は逆に敗れたメンバーです。2年前前線にボールが出た中野、ここはオフサイドフラッグが上がっていました。ピリピリですけど、今日3得点ハットトリック大活躍の中野ですが、その2年前の県高校総体敗れた試合はスタメンとしてピッチに立っていました。そして PK 戦にもつれ込んで5人目のキッカーを務めたのが中野春樹。1年生には重責だったのが、その PK を外して星稜は敗れてしまいました。 それから度重なる怪我、中野がようやくその思いを乗り越えてこの晴れ舞台に帰ってきました。中野から丸岡へ、ここは慌てずにしっかり作ったところでは見たいですね。星稜中学のメンバーでボールが回ります。ヘッドでクリアは良かった。そして丸岡は高い位置でボールを取った、右足ボール、丸岡のキックは精度がありますがここはオフサイド。直接狙っても面白いですね。ちょっとシュートとクロスと迷いましたね。はい、相手の遊学館にも最も嫌な選手と警戒されているのが今の8番の丸岡です。セットプレーでは精度の高いキック、そしてミドルレンジからもそうですねシュートを放ってきます。星稜の初戦、そして準々決勝と2試合連続先制ゴールはバランチの丸岡でした。あ、ボール上がりましたよ。さあ左サイド、先制ゴールが入った足野です。ここはうまく対応した遊学館、右サイドバックの中村です。さあ今村、今村と激しいボールの奪い合いは4番の坂本です。坂本は準決勝からスタメンに抜擢されています。星稜中学の出身、1対1に強さを持っています。そうですね。星稜ベンチ19番高橋が交代で入りそうです。星稜高校が後半初めての交代を行います。高橋の攻撃的な選手を入れてくると、さあ丸岡ファーサイド中野へ、さあこぼれたところ遊学館なんとか防いだ。そして今村へ、ここはうまいキープ、サポート欲しいですね。出ましたね。そして右平間から柔らかいパス、いやしかし今もこの辺りの裏のスペースが空いてますので、はい、ここはついていきたいですね。平間中村サイドで起点を作っていけというのが遊学館高校のサッカーです。田中さん、はい、星稜ベンチ25番宇根目に代わって19番高橋が投入されます。1年生の宇根目に代わって19番の高橋が入ります。今のプレーも一瞬ですけど、はい、今村君狙ってますからね。本当にキーパー前でちょっと触ってっていうようなシーンが多く見受けられますので、星稜にとっては本当に怖い選手です。後ろからスッと出てきますからね。さあ今村が今度は右のスペースにボールを出した、頭で戻した坂本です。さあ間もなく後半の20分になろうというところ、3対1、星稜高校のリードは2点です。前半は中野のハットトリックで3対0、そして後半に入ってフォワードに上げたエースストライカー今村の4試合連続ゴールで3対1と、その差2点となっています。そしてここで選手交代です。
星稜高校2年生の高橋が入ります。どこに入りますかね、前で。さあ高橋のそのまま位置ですが、フォワードに入るようです。前で体を使って起点になってほしいんですかね。少しボール収めたいですね、星稜。さあディフェンスライン、長野から長いボール、ネットでクリア、野村。さあ今村、クリアは近藤です。そして今村にボールが入って前を向く。左サイドからもう一度作り直します。クリアはキャプテン川波、星稜高校。さあ遊学館にもチャンスが生まれるようになってきました、この後半。さあ変わって入った高橋にボールが入りましたが、ここはオフサイドです。星稜高校としてはこれからどういう展開を目指していけばいいんでしょうか。そうですね、まあ、選手交代のカードもありますし、まあ、それを使いながら、まあ、時間帯も見ながらですけど、はい、まあ、あと半分ありますので2点差ということで、まあ、でもしっかり、まあ、先ほどから言うようにしっかりボールをキープできますので、でキープしているという時間を使うという、ゆっくりとキープしてボールをキープして時間を使いたい星稜高校。そうですね、ただ今からのプレッシャー非常に高いので、それをさせてもらえないですね。慌ててますね。先ほどまでのワンタッチツータッチでの華麗なパス回しが見られなくなってきました。そうですね、ここは簡単に使いたいですね。さあ木村のところではボールが落ち着きます。そうですね、で自分たちが持ってる時間を、まあ、いいパスです。さあ井田から右サイドへ。さあ福島のオーバーラップ、しかしここは時間があるもしっかかった、ケアしてましたね、湯川君が。そして木村にボールが入る。もう一度右へ。この辺り星稜らしいワンタッチのパス交換が見られるようになってきました。そうですね、こうやってどんどん動かして時間を使って、で相手は前がかりなので、その間に体力も使ってきますので、フォーカス。少しずつ星稜らしいプレーを取り戻しつつあります。逆に遊学館はこのまま勢いに乗って畳みかけたいところですね。そうですね、ただこの辺りの時間帯一番疲れが出てくる頃なので、はい、さあドリブルで行く足の、ここはディフェンスに引っかかった。一つパスっていう選択肢もあったんですが、もう一つテイク入れてシュートまで持ち込もうとしました。初戦の金沢学院東戦では5ゴールを挙げたんですが、その後、そうですね、その後ありません。今日は惜しいでしょうね。チーム内のライバル中野が3点を挙げています。チーム内で練習の間でもその得点を意識するような発言をお互いしているようです。あ、本当ですか。まあ、それが競争となって、はい、いいですね。さあその足野にボールが入った。足野から中野はスルー、そして9番の井田、右足のシュート。あ、惜しいですね。右のインフロントで回して、はい、右隅を狙いましたが、惜しいですね。やはり中野も3点を取って余裕があるのか、スルーをしました。はい、さあ後半20分を経過しています。3対1、星稜高校のリードは2点です。少し星稜のペースに戻りつつありますね。キャプテンの井上このボールが入ったが、ここを取るのが星稜になりました。ありました、ね、井田から左のスペースへ、そしてサイドバックの坂本のオーバーラップ、右足のクロス、ファーサイド、キーパー山口が弾いた。キーパーいいですね。ここもセカンドボール、星稜。川波、丸岡、そして右サイドバックの福島、ヘッドでクリア、山田です。遊学館高校もう一つ崩したいですね、この後ろから放り込む形を。あ、ナイスパスです。川波、さあ川波に2人でチェックに行く。木村、今度は右サイド福島、マッツを使って福島のオーバーラップ。早いですね。やはりこの福島の攻撃参加というのも、そうですね、
そこがまた少し出てきましたから、はい、セイロにペースが傾きつつありますね。田中さん、はい、その福島なんですが、セイロ福島なんですが、全国出場したい、そう思ってセイロに入りました。実はそんな福島を誰よりも応援してくれていた大好きだったおじいさんが1ヶ月ほど前、大会直前に亡くなったそうなんです。お葬式での孫からの挨拶では、福島、おじいちゃんに全国制覇を誓いました。勝って王国をしに行きたい、そう話していました。全国制覇を誓っていますか。まだ福島は、あ、これチャンスです。優雅感チャンスになる平間です。平間から今村へのパス、川波のクリア、そしてディフェンスの山田もここまで上がってきています。あ、このセットプレー、セットプレーのチャンスを迎えた遊学館高校です。多分絡ませて、ゴールに絡ませてくると思う。ゴール前には長身のディフェンス陣も上がってきています。そしてボランチのボーテもいます。もうゴール狙うような感じで、そのままゴールっていうような。さあ平間スクランブル作って、平間のふわっと浮かせたボール、ヘッドでクリア、そしてこぼれ球、左足狙いですね。惜しいですね、まあ、シンプルなんですけど非常に効果的なフリーキックだと思います。ふわっと柔らかいボール、このクリア川島翔太の左足でした。しかしコーナーキックのチャンスが続きます、遊学館高校。これゴール前に石を作ってキーパーを出させないという、狙ってきますね、はい、21番大手は2ゴール上げています。このコーナーキック、平間から惜しかったですね。これはゴールキックに変わります。もう少し上だと超えてくれば、はい、形でしたが、今セットプレー2度続きましたが、そうですね、セットプレーは非常にチャンスだと思います、はい、やはり遊学館が1点を返すとすれば、こういったそうですね、セットプレーがあると思います。しかしそのセットプレーのチャンスを得るにも、やはり前線で、そうですね、はい、仕掛けがないとファールをもらえませんので、ここで星稜が入ります。さあ早いリスタート、あ、ここからも入れてくるかもしれないですね。そしてゴールキーパーの山口が長いボールを入れてきそうです、ね、選手が前線へ上がってきました。山口の左足、まあ、狙いがはっきりしてますから。さあ今だ、一瞬今村にボールが入ったんですが、そうですね、あそこなんとかファウルしないでそのまま続けてほしいですよね。シュートを放つことはできませんでした。さあ残り15分を切っています。依然星稜高校のリードは2点です。さあこの辺りちょっとゲームが落ち着いてきました、はい、さあ自分たちに流れを引き寄せるのは星稜か遊学館か。星稜はこうやってパスを回して自分たちのリズムを作っていきます。しかし偉大のパスは通りません。そうですね、ちょっと長いボールが多いように感じますが、はい、それがつながってないのでリズム出ませんね。落として中村が左足で前線へ、まあ、一方遊学館はこういう長いのを入れて、そこぼれ球を平間から今村、セカンドボール拾えてますので、はい、そしてボーテ、平間、倉内、川島翔太が落とした。ディフェンスもラインを上げています。ヘッドでなんとか戻しました野村です。遊学館高校、まあ、セイロの方も長いボールに対応するためにラインの方が少しコントロールされてませんので、はい、そこは遊学館につくチャンスだと思いますが、さあ坂本に2人がいった、まあ、ここも慌てずです。1年生の井田、ボールを取った遊学館、中村から前にボールが入る、倉内、倉内がキャプテンの井上を使って、井上から今度は左サイド、ね、川島翔太です。オーバーラップしてきた近藤、その近藤にボールが入る、中には2人3人入ってきた、クロスを上げたラウンダー、川島翔太、左足のクロス、さあクロスのヘディング、あ、いい攻撃ですね、わずかに届きません、まあ、いい攻めを見せました。セイロのオーバーような、はい、華麗なパス回しを見せました遊学館高校です。川島翔太、
左足のクロス、はい、このクロスも精度高かったですね。わずかに届きませんでした。これチャンスですよ。しかしコーナーキックのチャンスが続きます。遊学館高校、先ほどと同じ形ですがチャンスですね。ひだまがニアサイド、クリアは川波、セカンドボール川島翔太、これ上げても左足で上げてきた、折り返してシュート、あーコース、もう一度、ここはなんとか逃れた星稜高校。惜しいですね。最初のシュートがポストに弾かれました。そして星稜高校一人選手が倒れています。まあ、今のイエローカードしょうがないですね。もうゴール前の混戦でキャプテンの井上にイエローカードが出ています。川島翔太がファーサイド落としたところ、右足のシュートがポストに弾かれて、もう一度キャプテンの井上が行きましたが、ここでイエローカードが出されました。福島君ですか、倒れて。でもいいディフェンスですよね、今のは。あれ飛び込まなかったらやられてましたね。入ってましたね。福島の体を張ったディフェンス、なんとかしのぎました星稜高校です。おじいちゃんに全国制覇を誓った福島、体を張って得点を防ぎました。やはりセットプレーからですね、はい、チャンス、まあ、違和感徹底してそれをしたいということです。そして川島翔太の2度のクロスも精度が高かったですね。はい、この辺りがチャンスになってくるんでしょうか。遊学館高校ポストに当たったのがどう出るかですね。田中さん、はい、遊学館高校応援席です。先ほど新シーンでは一瞬応援席が静かになりました。皆さん意気消沈したんですが、今気を取り直してなお一層力強い応援が送られています。田中さん、はい、星稜ベンチ動きがあります。14番辻が交代します。交代で入ります。2年生の辻が投入されるようです。星稜高校です。もうちょっと攻めて高い位置でボールをキープして、倉内も激しくチェックに行きます。変わるのは9番井田です。平間にボールが入った。激しいチェックは木村、木村君ディフェンスの面でもいいですね、はい、体を入れて効いてますね。激しいディフェンス、そして木村にボールが入ると取られないと。田中さん選手交代です。落ち着かせてくれるのが7番の木村です。そして1年生の伊田に代わって14番辻が入ります。この辻は去年1年生の時にこの選手権スタメンでずっとピッチに立っていました、ね、しかし全国大会ではメンバーから外れ、その悔しさもあるでしょう。今年は全国のピッチを目指しています。2年生の辻です。遊学館ベンチです。この時間になってベンチが慌ただしくなってきました。監督だけではなく岸コーチもちょっと立ち上がって指示を出す場面が見受けられます。さあ遊学館にボールが入った。前線オフサイドがあります。まあオフサイドになりましたけど、はい、マークつけてないですよね、はい、このギャップができてますから。先ほどからこの20番倉内はいい動きを見せています。あの本当にディフェンスラインの裏にパッと飛び出して欲しいですね。そこを星稜立て直したいですね、はい、後半から入った倉内、まだまだ体力は残っているでしょう。前線から走り回っています。倉内そして今村の2トップで1点を返すことができるか遊学館。ボール止まって入った辻、これを収まりたいですね。さあ10番の平間、あっとチャンスになる星稜高校。高橋、辻、後半途中から入った2人がチェックに行きます。4試合連続ゴールを挙げている辻、今村、その今村にボールが入ればチャンスになるが。田中さん、遊学館ベンチです。吉川監督、取り急ぐな、我慢しろと選手に指示を出しています。今
今の取り急ぐなという指示ですが、まあ今それでファールになるのだったので、うん、しっかり見てっていうところでしょうか。しかし残りもう7分を切っています。そうですね、だんだん遊学の方も焦ってくると思いますし、はい、それに対抗して星稜がどのように落ち着いてやるか、時間を本当にどういうふうにボールを動かしながら使えるかだと思います。さあ今度は星稜です。もう少しこの攻めるのかしっかりキープするのかっていうのは気にしたいですね、はい、星稜の方は。今度は遊学にボールが入った今村、今村落として倉内を走らせる、面白いところですよ。ゴールにも出ましたが、キーパーエリアから出ています。これ大事にしたいですね。そして高橋から前中野に、まあ、繋がりました。中野今度は右を使う、右サイドに足野が入りました。もう一度中野、前半は3ゴールの活躍。足野とのワンツーで中野が来た、クロスが入った。ここはゴールラインに逃れました遊学館高校の中村。今みたいな形できちっとつなぐとやっぱりチャンスが出てきますね。まもなく後半の35分になろうというところ、星稜高校がコーナーキックのチャンス、ショートコーナーを使います。無理をしないと。さあ中野ゆっくりと時間を使います。2点ありますから、もうここで時間を使われると苦しくなるのは遊学館。そうですね、まあ、このあたりはまあ試合巧者というか、はい、もう時間時計と相談しながらというプレーですね。まあ、遊学を早く攻めたいところですね、まあ、キーパーからも多分大きなボールたいと思います。さあこういったチャンスを生かして星稜を慌てさせたい遊学館高校。そうですね、スクランブル作ってセカンドボールになって、あるいはファールを誘う、でそこからフリーキックという。中さん、遊学館ベンチです。吉川監督、今村に取りに行かなかったら相手はキープにかかっているから負けるぞと声を出していました。取り急ぐんではないけれども前線から激しく行けと。中さん、星稜ベンチなんですけども、はい、11番足野に代わって15番山田が投入されます。星稜高校も、まあ、交代で守り切るための交代を、時間とあとまあ山田君の高さで、はい、まあ、跳ね返すというところ。先ほどから遊学館高校のロングボールがありますので、 そうですね、それちょっと嫌ってますから、高さのある山田を投入して跳ね返そうという意図でしょうか。これ面白い。さあボールがつながった遊学館、こういう細かい中央突破面白いですよね。いけません、はい。さあ左サイド辻から高橋、対応するのは山田、もう一度辻にボールが入る。慌てずキープしてもいいと思います。そんな慌てて投げるですよね。3人に囲まれる、これは辻のファウルです。そしてここで選手交代、山田が入ります。ここで星稜としてはキープしてて遊学館に焦りを誘って逆にファウルをさせたいとこなんですよね、はい、それがちょっと自分たちのファウルしてしまいましたが、さあ足野に代わって山田が入りました。多分そのあたり、まあ、今川崎先生前に出てられますけど、しっかりキープしろっていう指示が出てると思います。やはりこの辺りは試合巧者の星稜高校です。この勝ち抜く戦い方をしています。そうですね、もうゴールを奪うとかよりももう本当に時間を相手にやらないで時間を稼ぐっていいますか、作るっていうんです。さあ14番辻、ただ交代で出てきた選手は活躍したいんですよね。その辺りがなかなか今辻君も仕掛けてなんかアシストまでっていうプレーだったと思いますが、うん、まあ、その先へのアピールもあるでしょう、ね、選手たちにとっては次の全国とかそういうところ、あるいはでも選手としてはやっぱそういうチャレンジをしてほしいですね、うん、まずその前にここで阻止した遊学館は早い時間帯でもう1点返したい。今村、
常にマークが厳しくなってきました。やっぱりそこ今村君に入ると怖いので、はい、そこ徹底しますね。ディフェンスの枚数が多くなってきました。ボランチの木村をアウトサイドにして山田を、あ、いいボール出ましたよ。チャンスになる。湯川か。ここは福島の素晴らしいディフェンスです。星稜高校その後のプレーもはっきりしてますね、はい、シンプルに大きくクリアしていきました。この時間帯をしっかり把握して、さあ39分になっています。後半残りはあと1分です。もう星稜もゆっくりやればいいなりました。あとはこれはしっかり奪ってもう最後つなげたいですね。湯川か、奪ったボールを早く前方にリードして、さあ長いボールが入ってきた。中野落とした。これも早く今度はつないでいく。湯川か、ここは星稜がボールを取ります。田中さん、はい、湯川高校応援席は早く早くと叫びにも似た声が飛び交っています。最後の力を振り絞ってお力いっぱいの応援を送っています。まだ分かりません。この早い時間帯で追いつけばまだアディショナルタイムがあります。そうですね、まあ、サッカーは本当に、ね、短い時間帯ありますから、はい、何が起こるか分からないので。しかし星稜高校ディフェンスの枚数が多くなってきました。4人のディフェンスラインの前に3人のボランチがいるような形になっています。ここもう一つ前線にフィードしたいですね。さあ中野から前に、ここは引っかかった。そして遊学館1本の長いパス、ないないです、ね、対応したのは長野です。長野が左足でここもセーフティーにクリアしました。アディショナルタイムは2分です。1分を経過しています。さあこのセカンドボール、落としたところ平間に入った。チャンスを作れるか。坂本、ボールを取りに行くのは平間。平間のファウルです。全国に行くためにこの遊学館に来た平間。そして前線ではクラウチが控えています。1年生以来この遊学が星稜を倒すことができるのか。田中さん、遊学館ベンチです。吉川監督、まだだまだだ、前へ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 と繰り返し言っています。ベンチから前へという声。しかしゆっくりとボールキープは星稜高校。ここでホイッスル。星稜高校が12連覇を達成しました。エースストライカー中野のハットトリック。前半の3点のリードを守りきりました。解説の瀬戸さん、はい、後半1点を返した時にはこの後どうなるのかと。そうですね、いい時間帯に返したので、はい、本当に楽しみだったんですけど、はい、まあ、そこはまあ星稜がきっちり守備をしてリズムを掴んでっていうところでしたかね。で前半そのエースストライカーの今村を左サイドバックに入れて、で3点を取られて、で後半フォワードに投入してすぐさま1点を取ったと。そうですね、はい、まあ、後半の立ち上がりの狙いはもうバッチリ当たっていけたんですが、まあ、その後もセットプレーとかあのポストに当たったプレーがやっぱり大きかったと思うんで、まあ、あれが入っていればっていうのはまだあれでしょうけども、本当に惜しい攻撃だったと思います、はい、そしてやはり星稜最初の2点のセットプレー、フリーキックの精度、丸岡のキックも見事でした。そうですね、うん、この勝負どころのやっぱり早い時間帯にやっぱ星稜は本当にスイッチが入る、入ったかのように攻めていきますから、はい、そこでやっぱり取ってくるんですね、こういう決勝戦で、うん、そして3年生の中野春樹はこの初の決勝の舞台でハットトリックです。素晴らしいですね、はい、
この今年の星稜高校を見てまだ全国大会まで時間がありますが、はい、伸びしろと言いますか、どのあたりまでチームを作っていけるんでしょうか。そうですね、まだ今日みたいな形で相手が長いボール蹴ってきたり、速い選手がいるときに少しディフェンスラインが乱れることがあるので、はい、そのあたりはきちんと修正すべき点だと思いますし、あとまあそういう時間帯であってもきっちりつなぐ、まあ、技術が高いのでプレッシャーがあってもきっちりつなぐ、まあ、そこを徹底してもっとやっていけば本当に上でも期待できるかなと思いますし、やっぱりてっぺん目指してやってほしいかなっていうふうに思います、はい、今日は1年生の宇根目、さらには井田も入りました。そういう若い選手たちの成長もあるでしょうし、そうですね、まあ交代で出場する選手も毎試合活躍してましたし、うん、まあ、そういう意味では非常に層が厚いので、はい、十分これから全国までまだ時間がありますので、また鍛え直していただいて、そうですね、やってほしいと思います。敗れた遊学館高校なんですけれども、非常に力のある選手が揃っていました。そうですね、早い時間帯に取られた時にはどうなるかと思ったんですけど、はい、そこをなんとか頑張りました。まあ、ここまで本当に後半に1点返すような展開まで持っていったということは、やっぱり力があるという、まあ、ただこう本当にまあ10年ぶりですけど、こうやってまあ初出場と同じような形で全国に決勝の舞台上がってきて、やっぱりいろんな部分でやっぱ経験の違いというか、そういうものがあったのではないかなというふうに思います。はい、放送席、見事12連覇を果たしました星稜高校川崎監督、そして選手たちに来ていただいています。まずは川崎守監督にお話を伺います。12連覇おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。まずは率直に今のお気持ち聞かせてください。大変嬉しいですね、はい、後半ヒヤッとする場面もありました。振り返っていかがでしたか。前半にからね、遊学館の攻めがすごく迫力があってね、運よくこう点が入りましたけど、本当に最後までドキドキハラハラさせられるゲームでしたね。次は全国大会が待っています。どんな意気込みですか。そうですね、なかなか上位まで勝ち上がれない最近ですから、今年はまた選手と一緒にこの後も頑張って、練習して上位を目指したいと思います。ありがとうございました。川崎守監督でした。続きましてはディフェンダー川波圭介選手です。12連覇おめでとうございます。ありがとうございます。ディフェンとして見事つなぎましたね。しっかり前半に前の中野選手とかがしっかり